えー、あと、子供食堂、いらない。淡いケースが子供の頃、子供食堂なんてなかった。それ、テレビ局の連中が作り始めたものよで、原山整骨院に子供食堂が出来上がって、子供を巻き込んで、次が次へとこの辺りで、変な奴ら、大量生産。これは25年前から行われていたこと。26年やん。26年くらい前から。原山整骨院っていうところは、神戸市標奥、東山町でも嫌われ者。 で、働いている人間が、すでに春山という人間じゃなくなってると思う。春山、えー、偽名を使って名乗ってる可能性がある。途中から強制わいせつ、淡いケースがされたのが、2008年神戸大学附属病院で、両顎を殴られて、両顎を割られて、えー、暴走族みたいな連中とかと複合的に、そいつらは共謀して。で、えー、それぐらいの頃かな、春山生骨院が出来上がったの。 エロ業界側の勢力は春山生骨院や。で、そこと加担してるのは警察官は誰かっていうことを通報しに行った時に潰さなかった警察官です。もうそれで話は決着ついと。もう昔からそれで話決着ついと。もう一度言う。港は中学校。髪の毛全員丸坊主にしてるとこ見たらわかる。裁判所の近くや。髪の毛染めるような場が出,出てこないようにするためや。 1>, 1年生から3年生まで男子全員や。丸坊主。海洋基本法がある。髪の毛染めたは。海洋基本法違反や。不良かや。で、子供食堂っていう、まるで誰かの人助けみたいなことを風潮して、飯作ったりするのサボってたんだれ 自分の子供に飯作ったれよ。自分の子供なんやろ。それよりも金の方が良かった。仕事の絶対数教えたで。報道と認めていたのは、議員やな、子供食堂。こっち側も引っかかった方や。いいことしてるような。 放送されて、あ、これ、後で悪いことしてるんだっていうことが分かったよ。誰一番最初に子ども食堂開こうって言ったやつ。そいつや、犯人。あと子どもちょ、子ども家庭庁いらない。すぐに、すぐに潰して。そいつらや。余計なことずっとしようと。で、そいつらは、大臣として任命されたりとかして、高級を得ようとしていた。これが実態や。あっ と、子供家庭庁の小倉っていう人、降りたのか降ろしたのか私の方で。もう一度聞くよ。今年、神戸ワールド記念ホールの何かのライブがあった。もしくはコンサート。そこで、淡井圭介が設営の撤去スタッフとして作業していた時最後淡井圭介に話しかけてきた。 淡井圭介と話したかどうかを聞いている。髪の毛染めていたいらんって言ったよ。後から淡井圭介に叱られるぞ。お前の方はして。嘘言う奴は一人も議員として残さん。金払わす。国こ庫こにや。ちょっとや外の金額じゃない。お前ら髪染めてる側の人間、悪党業界やる業界とつるんで何でもしおるやろ。気づいてませんでしたじゃ済まされへんねん 大体悪いことする奴らは自分の名前を難しい漢字を用いる。インターネット上でも。裁判官の名前も同じや。家見つかったら困るからとか法務局に買いに行ったらいいそういうルールにせなあかん。裁判官がどこに住んでるのか。それいつが本当にまともに生きてきたからちゃんと見なあかん。まず網戸で頑張ってるかどうか。そういうところからや。 淡ケースが現行法規と現代日本法規を一度まとめた。無駄なことしとおかない、二重行政で。それで永遠と金の回し合いしとった連中が多すぎる。以上。あっと、うそう、あの、さっきの車のナンバーを押さえたいね。あいつられなんかに車乗る資格ないよ。働いている人間は偉い。逆や。何を成したかや。 で淡井圭介ほどの成果、上げた、当たれているときに、ない。そのような人間なんかまずこの世にいない。以上。